あ、ノーソリーじゃない、あれ遠いけどな。毎度ご視聴ありがとうございます。今回はね、北条鉄道の沿線で探調してまいりました。と言いますのはね、夏の間に一度ね、出かけてみて、そういったことをね、やってみたことがあったんですが、これはね、まあ、使えるというか使わない手はないなと思ってね、まあ、この季節にぜひ、やってみたいなと思っていたんですね。ということでね、今回も、まあ、冒頭ご覧いただきましたノスリであったりとか長原坊ね、その他結構いろんな野鳥に出会うことができましたのでね、皆さんにご紹介したいと思います。スズメがね映ってましたけどね、そしてこれね、ほぼ民家のね、庭先に近いような場所で撮影させていただいたんですがね、ジョビオ先生もこのようにねおられました。まあ、こういったような、場所をね、歩いております。ほぼ、まあ、市街地に近いような場所から、このような、まあ、ちょっとした水路といいますかね、そういった環境もありますし、まあ、この北播磨の鉄道関連で言いますとね、ほぼ河川の流れとね並行するような形でいろんな鉄道がね、まあ、走っておりますので、まあ、普段歩いている堤防をね、そういった場所と、まあ、環境はほぼ同じような状態になっております。これ何が鉄道をね使わせてもらうのがいいのかと言いますとね、まあ、駅のことだけ考えていればねいいということで、もう帰りはもう鉄道を利用してというようなことでね、そういった覚悟で出かけておりますのでね、まあ、この北条鉄道をね、まあ、始発から終点までの距離が、まあ、15キロぐらいだったんじゃないかな、いわゆる延長といいますかね。ですから普段歩いている距離から言いますと、まあ、全部歩いても歩けないことはないぐらいの感じでね、歩いておりますのでね、まあ、帰りのことは心配せずに、ちょっと疲れたら最寄りの駅から帰ればいいやぐらいの覚悟でね出かけているということでございます。これね、ちょっと桜の木の枝からね、これはね飛びではないというのがね、まあ、これは直感といいますかね、感じましたので、ちょっと遠いんですがね、このように冒頭ご覧いただきましたこれノスリがね、いるのが分かりました。結構今回ねノスリあちこちで、出会うことができましたのでね、このようにま、猛禽類との距離感というのがね今一つ私もようつかめてないというかな、まあ、そういったことで、まあ、明らかにねノスリーの方から私の存在というのはもう遠くから気がついているはずでございますのでね、まあ、どの辺りまで、まあ、近づけるのかなというようなところも実際ありますね。まあ、このように結構ね、この北条鉄道の沿線といいますのは広大な高地が広がっているということもあって、このようにノスリーがあちこちの電柱のね、まあ、頂上を陣取りながらといいますかね、このように飛び回っておりましたというか、これ結局私が近づいているので逃げられているのかなとは思ったりはしたんですけれどもね、まあ、決してねノスリに近づいて逃げられるっていうことではないんですけどね、まあ、行き先行き先でねこのように、まあ、たまたま出会ったということではあるんですけどね。まあ、皆さんの地域どうですかね、この柿というのは今回豊作ですか。まあ、この地域ではね柿の成年なんてね、柿が良くなる年みたいな言い方するんですが、いかがですかね。おや、これは何だ、これは何だと言ってるんですが、何だと思いますかね皆さんね。もうカモの仲間もねこれあるカモのねメスだと思うんですよ。というのはねこの池ね、以前にもこのキンクロハジロにね出会ったことがありますのでね、まあ、メスの方から先に出会ったのでちょっと分かりにくかったんですけど、おそらく先ほどのは、まあ、キンクロハジロのね
メスではないから、これでいろいろね、サンタ列車というのがね、この、まあ、北条鉄道さんいろんなイベントを考えられてね、まあ、こういった季節が来ておりますね。あのサンタ列車が走るような季節にこのひばり、ひばりを出会うな、ほんまこの秋。おお、珍しく奇跡霊がいるね、道によくね、こういったアスファルト系にはね、セグロ石霊であったり白石霊がねよくいるんですけど、珍しく奇跡霊がいるなって言ってるわけですけどね、まあ、この沿線にはね結構あのため池なんかもあったりしてね、先ほどご覧いただいたカモの仲間であったりとかね、こういったまあサギの仲間であったりとかいうのも結構ね、いろんな環境がありましてね、この沿線ですから、まあそういった場所にはいろんなね結構野鳥が出会えるということで、まあ、夏場ね、前回出かけた時にはさすがにね、それほどの種類というのはね出会えることではなかったんですが、今回はねさすがにこの季節ね、こういった猛禽類であったりとか、まあ、後ほど、まあ、この後長原坊にもね、出会うことになるんですけどこれあらららら、来た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 、カラスすごいねこれ、本当なんかもうお決まりのシーンになりましたかね、本当にあのカラスが猛禽類に突っかかっていくっていうシーンね、本当にもう見境なしに行きますもんね、本当にもう、まあ相手が鷹であろうが、本当ミサゴとか今のノスリであろうがね、結構大型の猛禽類にも突っかかっていくんですがね、あまり舐めない方がいいと思うんだけどね、まあ、この長原坊なんかも結構あのカラスとやり合ってるところね、見かけますし、これ長原坊もねこのように、まあ、弾丸のように飛んでいきますね、このようにね、これ翼を閉じてるのかな、すごいなこのスタイルは。このようにね、北条鉄道の駅って各駅っていうのはね、それぞれの存在している地域の方が駅長を務められているということでね、これね、あの赤穂市にゆかりの何か碑というかな、そういったのがあって、小野寺十内さんっていうね、まあ、この北播磨の地域には結構の赤穂市ゆかりのいろんな、なんか鳥がいる、あ、スズメか、土地があるんですよね、これはスズメやったかな、スズメかな、まあ、コスモスはこのようにちょっとねもうその盛りの季節は過ぎているんですけど、多分スズメだろうねこれ、コスモスの種を求めてるんかな、種を食べてるんじゃない、コスモスのものすごい数のスズメがね、飛び交っておりましたけどもね、近くの電線でこのようにね、様子を伺いながら、うん、まあ、今回スズメにはね、足原にも結構な数ね群がっておりましたしね、まあ、この季節はいろいろね、まあ、各植物の種子がね豊富にありますので、そういったものを求めていろんな野鳥がやってくるんでしょうね。まあ、遠目にはよく似たねジョビコ先生がいるのかなと思ったんですがね、モズでしたかね、こちらはジョビコ先生ですけどね、まあこういった場所をね、まあ、沿線を歩いておりますと、ちょっと行ったことのないようなこういったため池とかをね、まあ、覗くことができるということで、ここにはね、まあ、先ほどバンがね映ってましたけど、これあのハシビロガモのメスですかね、結構な迫力ですよねこのくちばしね、あの頭との対比というか、そのまあね比率といったらいいのかな、結構ね存在感のあるくちばしですね。そしてヒバリやね、
ヒバリもね、本当今回結構あちこちで目の前から飛び立つのをね、あの農地を歩いておりますと、これがね、まあ、東北の方からね、移籍してきたという、まあ、列車がね走っておりまして、結構あの鉄道ファンの方にはおなじみというか、あの写真を撮られたりとかね、それを結構今降りてきたからね、目的にね来られる方も結構おられるそうです。そしてケリーがね結構な数飛んできたんですけどね、まあ、この地域にはね、あのタゲリというのがね、シーズンにはやってくるんですけど、まだねちょっとこう見かけることはないんですけれどもね。ということで今回はね、北条鉄道の沿線で探調してまいりました。まあまあね、あの鉄道に乗るっていうのが目的ではなかったのでね、まああの片道、まあ、歩けるだけ歩いてね、帰りはまあ鉄道利用させていただこうかなということで、まあ、1日フリー切符というのを使わせていただいてね、まあ、途中でまあ乗ったり乗らなかったりというようなことを、したんですがね、この北条鉄道というのは結構いつ行ってもまあなかなか楽しいというかな、そういったことになっております。まあこの北播磨の鉄道、結構まあ経営的には厳しいというようなね、まあ、JR であったりとか神戸電鉄であったりとかね、あるんですが、まあ、そういった課題も抱えているわけですけど、この、まあ、北条鉄道さんのいろんな取り組み、まあ、鉄道といいますか、その駅のね管理に関することであったりとか、まあ、サンタ列車というようなこともありましたけど、まあ、そういった各イベントに工夫をされておったりですね、今回もね実はある駅でですねパン屋さんがありましてね、まあ、それを求めてやってくる方もおられるぐらいでね、そちらでこう、気まぐれサンドイッチだったかな、それとかあの米粉のラスクをね、いただいて、そこの駅でねコーヒーを呼ばれたりいただいたりして、来ましたね。またそれがねあの美味しかったな、ほんまに。またねこれ、まあこちらの方に来られる方ありましたらね、ぜひね北条鉄道、まあ、乗っていただきたいと思います。これがね美味しかったですよ本当にね。まあ、ここに寄せ書きというんかな、何ですか、あのノートがあって、そこにいろんなね、まあ、感想とか書かれていたんですが、結構遠方から来られてる方ありましたね。江戸川区とかであったから、まあ関東、東京の方からとかねありましたね。ということで、このチャンネル兵庫県の内陸部北播磨からお送りしております。気が向いたらまたお越しください。正真正銘今日ね撮影したものですっていうことになりますけどね。そして野鳥たち、今日も一日ありがとう。